今回も楽しい楽しいグルメがテーマということで、はい、あのグループからゲストをね今回呼んでおります。こちらの方でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。野沢さんじゃないですか。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなに早くまたリピートしていただけるとは。リピート あのグループからね。えだからもういよいよねやっぱりその同情心ですよね。岡本図の呼ばれなさうん、やっぱそれはやっぱちょっといくらなんでも俺は芽生えてきたさ。さすがに。あと飛鳥さんにやっぱお礼も言わせたいね。ホールの時のやっぱりアナウンスありましたから。そうです ね、いい加減ちょっと直接お礼ぐらい言わせたいなと思ってるんですけど ね、並んでるもんね。シナノヤっていう、これ鶏肉屋さんですね。鶏肉屋さんなんだ。毎日これ行列ができる鶏肉屋さん。僕いつもここに買いに行ってるんですよ、鶏肉を。え、手土産は鶏肉です。これ本当に美味しいから、もうこれね、油も引かないで見るんです。本当に塩味をつけただけでも、うわ美味しそうですね。もうめちゃくちゃ美味しい。いや美味しそう。めちゃめちゃいいな。あの梅沢さんとか料理されるって聞きますけど、どうですか、うんうん、鶏肉は。いやでも何でも使えますよね、鶏肉だったら、うん、唐揚げにもできますし、煮物とかにもいいですし、うん、嬉しいですね。嬉しいですよね。で、まあ、2022年やっぱり VR、AR も進化しましたね、うん、で もうあとは匂いだけだっていう時代にね、うん、今もうスタジオ鶏肉の匂いすごいんですよ。これももういい、ね、ただ焼いてるだけでこの匂いだ。いやこれすごい体験ですよ。今見ながら、部位を見ながら匂いまで来てるんだから、まだ味覚だけですよ。これはね、うん、これは食べないといけない。ぜひ食べてほしい。これ、うん、いやすごいね。大きいし、これすごい。ありがとうございます。いい匂い。うわ、意外と1枚で焼いたことないです、鶏肉。確かにね、なんかやっぱ切られてたりね、はい、梅沢さん本当に上手ですね、パスが。本当に柔らかいです、めちゃめちゃ。めっちゃ柔らかいよ。めっちゃ柔らかい。もう笑っちゃうからやめて。すごい、これすごい、これすごい。今日の新鮮な鶏ですか。そうですよね、だから今日締めて、はい、今日。うわうわすごっ。これやばい、うまっ。おいしい。ナイフ入れた時の様子がちょっと違いました、うん、ちょっと違うでしょ、やっぱり、はい、すごい。今まで食べてた鶏って何だったんだろうと思うぐらい甘い。本当にこれでも決して高くないです。 100g 160円。これやばい、やばい。そこもいいんです。全然そのすごい高級ブランド鶏ですごく高くとかじゃなくて、あのごく一般的な価格で、そのちゃんと朝新鮮なのとかを使ってるから、まあ美味しいことですよね、うん、もうそのさばく技術と新鮮さってことだ、うん、これすごいな。ちょっとすごすぎる。柔らかい柔らかい言ってますけど、弾力はね、食感はすごいちゃんとありますよね。あります、あります。すごい。ただ焼いてこれですか。これはちょっと感動するわ。うん、もうまた来週って感じですね。うん、本当にこれ食べれてよかった。いやこれすごい、おかみさんの優しさで。これはちゃんと全員に食べてほしい、うん、いやちょっと本当にありがとうございます、おかみさん、シナノヤさん。いやこれゆいさんすごい、これすごい。僕必ずここに帰ってきますから。これは買っちゃう。これやばいな。これ買いに行ってください、ぜひ皆さんも。焼いただけなんですか。確かにこれ焼いただけでこれだったら、ね、唐揚げとかやばいですね。やばい。唐揚げも美味しい、あとお店で揚げてる唐揚げもあって、お店ではね鶏のね油で全部揚げてるんですよ。うわー、へえ。なんか本当鶏の油で鶏を揚げてるって、すげえ美味しいね唐揚げが。うわー、これすごいわ。これすごい。すごいんですけど、本当に全然進まないですね。進まないんですよ、ね、これやめ時はやっぱ言ってもらわないと。3つ用意したんですけど、はい、これすごい。ちょっと続けたいけど、まあ、飛鳥止まらないですね、ちょっとね。これマジですごいな。配りたい。そう、これ配りたい、うん、もうやっぱ教えたくなりますね。
これは本当にすごいね。なんで？これすごい。何回食べてもこうなるんだ。わかるわかる。これすげえわ。美味しい。これやっぱ人に本当に教えたくなるし。いやありがとうございます。めちゃくちゃ素敵なところを教えていただいて。美味しい。はい、OK です。ありがとうございます。これはマジですごいわ。ね、美味しいよね。全然食べてほしい。なんで？ねえ。すごい。美味しいわ。買いに行きたい。行きたい。はい。あ、何ですか？可愛い。はい。あ、来た来た。え、これ決めたらもう。はい。完璧。何？こちら。そう、やってほしい。やりたい。もうこれは絶対食べたいから揃えたけど、二人にもやってほしい。うん、じゃあ行こう。ね、ちょっとやってみて。すごい。あ、ね、結構ちゃんとゲーム性があって楽しい。あの間もあるんですね、ちゃんとね。アスカさん、何を揃えるかですね。あ、どうしよう。ね、これ本当に導入されないかな。どうしよう、何でそれ。狙ってんでしょ、狙ったよね。頑張れ。半分すごい。あ、難しいんだな。意外と難しいんだな。面白い。あ、もう一回。そうね。ほっこりする、なんか。いいですね、これなんかね。なんで？意外と。あ、いいわ。揃えたいね、筋肉で。面白い。すごい。すごい。あ、なるほど。ね、そうそうそう。すごい。ちょっと梅沢さんもせっかくなんでね。いいんですか？はい。梅沢さんもあんのよ。中に。梅もいた。私いましたね。そう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 。マナスさんもいるもんね。マナスさんもいますね。数ある人来てるのにやっぱ筋肉が。ちょっと待ってください。どういうエラー？でも難しいんだろ。ちょっと待って。あ、やだわ、真ん中。真ん中恥ずかしいね。何をね。あ、食べた。難しいんだ、やっぱ難しいんだわ。これ難しいです。え、ちょっと待ってくださいこれ。あ、ねえ、難しいんだね。今やったわ。でも全然ダメだ。え、っていうかちょっと俺恥ずかしいんだけど、ね、なんであんなにできたんだろう。まあでも揃えましたから食べましょうよ。いや、どうすか、飛鳥さん今日。全部美味しかったな。ゆいさん、でも今回初めて来ていただいたじゃないですか、梅沢さんは多分分かると思うけど、結構リアクション大きかったですね。大きかったです、うん、もういつももう美味しい、うん、みたいな感じで。あれはね、今のこれはあんま見れない。それが一番もう差し入れ冥利に尽きる。やっぱり、まあ、ただ美味しいものはね買ってくるのですけど、やっぱなんかちょっと意外性があったりして、うん、やっぱ喜んでくれるとね、あ、よかったなってなるんですよ、うん、めっちゃいいの。なんかしかも差し入れって渡すじゃないですか。食べてるその場に自分いないじゃないですか、あげたけど。まあ確かにね、なんか知らないところで喜んでくれてるのってめっちゃかっこよくないですか。確かにね、後でね、喜んでくれてたら、ね、だからこれあげた、もし飛鳥さんにあげたらこの反応してるわけじゃないですか、うんうん、ちょっと嬉しいですね、これできて、ね、何の話。見直すしね。そう、見直すから、あいつやるなってね、はい、絶対行こう、今日のとこは、うん、これはちょっとすごかったっすよ、ゆいさん、マジで。よかった。よかったですよ、いやー、これ皆さんもでもね、ぜひ食べてみてください、うんうん、ぜひぜひぜひ。